ダイヤ席がさ、年末だと多い、荷物が多い、ひだや席です、じゃあな、で、もちろんあと、指席東口に挨拶が入店する、あと、4巻だけ残ってたさ、グラロングウェイ、山に向かっております。おはようございます。ただいま浅野仙台駅でございますね、はい、昨晩ですね、まあ、グリーン車乗ったところからオープニングだけ撮ったんですけど、赤羽で、グリーン車乗り換えました。通勤回数から宇都宮駅から高校生黒磯駅からね、新白川までディーゼルカー初めて乗り通しました。で新白川から福島行って、郡山に降りて、で郡山でね、駅前の自由空間で、仮眠ということですね。でまあ、5時間ちょっと寝ましてですね、6時10分発の、福島駅乗りまして、今回3回目の18切符スタンプを押してもらってね、入場して、で、福島から仙台行き乗って、これだんだんこの4連6連って増えていきました。4連は私E721 の4両編成は初乗りですね。これまで2両2つだったのがね、途中から4両の車で来て初めて乗ったんです。で福島から6両701系オールオムシ、まあ、全部座れたんで快適でございます。そしてですね、まあ、先ほど昨日、おととい急遽ね、駅ネットで予約したリゾートみのり指定席で発見して、あさってから使うね、北海道東日本プスも買っておいたということでございます。でですね、食レポなんですけども、昨日ね、グリーン車の中で、食べましたね。今、カラウィークびっくりマークっていうのね、北海道フェアの次の客でニューデイズがやってまして、それでね、北海道フェアの残りの、サックラ飲みながら食べたということで、ご紹介です。アンチョコ見ながらまずですね、これね、スパイシーカリーロカ、監修カレーパン、辛レベル2ってなってましたけど、ピリ辛ですらない、全く辛さが感じられない。またですね、これなんとなくルーローハンとカレーを組み合わせたっていうね、この監修元のお店のね、コンセプトがうっすら感じられる 作品ではあります。その次にいただいたのはやっぱ辛さレベル2の5人ですね。こちら、7種スパイスグリーンカレーということになります。はい、これでピリ辛かなっていうのが、個人的にはピリ辛でないんですけど、世間はこれピリ辛っていうだろうなっていうレベルのカプサイシンはやっぱり検知できたと。あとですね、このカプサイシンの下への登り方がなんか思いっきりタイ料理っぽくなってて、そこはすごいなっていうね、そんな感じでございますね。はい、まあ、ギリギリタイカレーとか減塩の痕跡はあったと。これなかなかまあまあ最低限いけるかなというものでございました。それから唯一のですね、このフェアの、の生鮮食料品の唯一のですね、辛さレベル3、辛レベル3が、ね、こちらが、地獄の辛さびっくりマーク、真っ赤なプクタ焼肉でございます、ね。はい、これギリギリ米沢にとってはギリギリピリ辛、ピリ辛の加減にかろうじて達したそういうレベルでしたね、はい、ということです。で、ハバネロ風味が強いですね。で、炊き込みご飯のこのライス部分もね、結構ハバネロ風味するんで、まあ、これで辛いっていう雰囲気を煽ってるのかなっていうね、まあ、そういう風な、まあ、感じでした。まあ、ハバネロが激辛ですっていうような人にはね、別にハバネロ別に激辛じゃないんで、もっと辛い唐辛子じゃないと激辛にはならんのでね、それいっぱいペースト入れれば別ですよ。ホタルとかね、サザスカとか、まあまあそういう、プロ向けはまあ置いといて、米沢レベル2、スープ簡易、あと2口、全身硬直、よだれたらたら、吐き気、全身おかん、大変なことになりましたね。まあまあ、はい、いいことでした。まあ、この3ついただいたということですね。で、その後何も食べないで、普通にまずですね、桜ロンカン3缶飲んで、昨日は終わりということです。そしてですね、今朝はこの先ほどね、指定席券売機で2枚発券した後に、仙台駅に来たら、立ちそば盛り、
テンプレートということでね、2ヶ月前と同じですけどね、鶏から揚げカレー南蛮そば550円いただきましたね、はい、ということでした。まあこれ今日も揚げたてでしたね。あと、辛がちょっと大きくて、これ普段のサイズかなという感じでした。例によって生姜醤油が効きまくりのね、唐揚げなんで、カレーソースと合わないんですけど、このカレーソースが、かけついて伸ばされてることによって合う。そして今日はね、そばが残ってるところにご飯入れて、これぞそば飯、ガチリアルガチそば飯でした。はい、ということで間もなくね、駅のホームにダイヤ取ります。一昨日取った割には最善、まあ、ビーレスですけどね、取れました。楽しんでいただいて、その前にですね、改札外のニューデイズはもうなくなってましたけど、改札内のニューデイズに桜に残ってたんでね、これから入選シーン見届けるならどうでもよいので、てかまあ2ヶ月前やりましたしね、動画も撮りましたので、まあ下にリンク貼っておきます。はい、ということで今からちょっと桜尻に行きたいと思います。以上、仙台駅のパフォームからでした。はい、水戸みのり展望席、数字は私の席、桜がB です。愛席ですね、ほぼ満席です。一昨日の時点で残席10ぐらいということで、ニューデイズ仙台駅改札内はまだこれがあった。どんな蒸し方だ、食べるを抱えてなかった。毎度おなじみお見送りの駅員さんがわらわら集まってきている、そんな感じですね。今日はあんまり大声で喋ると混んでるので、お前何者だって、それいつものことですけど、そろそろ失礼します。はい、リゾートミノリ陸東線入りましたね。7分奥です。なんかどうも、お財布かけてきました。岡本です。なんか東北本線の上りがですね、遅延していて、それの待ち受けたみたいで、まあ、古川で11分停車なんで、そこからもう停車戻りますっ、ね、てアナウンスありましたね。ということで、まあ桜2巻目開いてます。ちょっとですね、9月16日仙台でいろいろゴニョゴニョやりたい、まあ、そのためにですね、まあ、14、15と鳴子温泉とか菅原バックで撮りました。3連休にね、一人泊を、ね、本当ありがとうございます。それまあ16時早く出て、朝早く出て、まあ、仙台でゴニョゴニョやる、その準備をして、小言まで来たりしてました。ここから、ほぼ満席のみのり君は車販のお姉さんにモザイクかけます。でですね、このですね、どういう風にこのカメラのインカメラの方向かないんだよね。こういうですね、よく買ってみました。これカラーウィークびっくりマークかのようですね。こちらも、これ新燃えよ唐辛子アバネロパウダー炎上、私の特有技ですね。ハバネロパウダー使ってね、ちょっといただいてみましょう。これ一人手持ちのカメラなの昔ですね。こんな感じです。はい、後で拡大写真出しますね。いただいてみましょう。あ、本当に唐辛子だこれ。あら、本当だ、輪切り唐辛子を衣付けしてあげた辛さが後引く添え菓子です。そんなに辛くないというか、でもピリ辛に達してますね。これでコロンソーコロンレベル2っていうのもちょっと、まあ、なんかさ、昨日食べたグリーンカレーとバランスが納得できない、まあ、とはいえですね、もうこの輪切り唐辛子結構ね、ピーマン臭が
強いし、風味が強い。ハバネロももちろんピーマン強い。かなりこれピーマン色になるんでね、ピーマン大好きっ子にはめちゃめちゃ美味しいんじゃないですかね。辛さもピリ辛ギリギリありますね。ということで、模様唐辛子実食レポートでした。東鳴る高専に来たら食堂占領、ただいまですね、先ほどの臨時快速リゾートみどり、雨が本降りに近い鳴子高専駅で私だけおりました。東鳴る高専メインストリート旧国道ですね、歩いてきまして、こちら食堂占領やってきたらマスターがちょうど開けるとこでしたね、ということで入りまして、本日はですね、カレーソースがない、冷やし中華ない、鶏の唐揚げ香味ソースの鶏がないということでしてね、とりあえずでもまずこれは頼まれて話にならないでね、ビール頼んでスードラウェイしてますね、はい、ということです。で、今日はちょうどそのキュウリ、このキュウリがですねめちゃめちゃ濃く使ってまして、当てにちょうどいい、一品目頼んだんですけどね、時間かかるということ、これを少しずつちびりちびりつまみながらゆったり待っておるという、ね、この素晴らしい夏休み旅行2日目ということでございます。お客さんは私だけですね、今のところね、はい、そしてご覧の通りマスターが作ってます。マスターはアントニオの人身長が一緒です。高い、いつもプロレス談義、いつもね、お暇な時は私としてるっていうこと、後ほど料理のレポートします。はい、ただいま私、東鳴子赤羽温泉阿部旅館さんの13号線の湯船、貸し切りにさせていただいて、入ってますね、はい、先ほど大食堂船長さんからお送りしましたけども、あのあとね、麻婆豆腐出てきまして、麻婆豆腐ね、ちょっとこれ麻婆麺チューンでちょっとね塩分が前多かったんですけどね、今日塩ちょっと減ってですね、あのマーがね、ホワジャオが効いた、肉味噌、それにですね、ジャパニーズ麻婆豆腐のね、あん、これはなかなか合っててですね、これ非常にあのおつまみとしてビール進む分でした。そしてですね、メインの方ですけども、まあ、本日は縮れ麺のがないと、カレーない、カツあるんですけどね、あと鶏もないということで、ね、まあ、辛味噌ラーメンいただきましたね、こちらの高水の、ストレート麺ですけどね、まあ、こちらも安定の味です。あのみずみずしい麺と、シャキシャキもやし、これに対して、まあ、多分ね麻婆と同じ味噌、肉味噌だと思うんですけどね、肉味噌、それからとね、あのラーが多少ピリ辛、一般的にピリ辛ぐらいですけどね、ラーが効いた、スープ、味噌スープ美味しくいただきました。そして、まあ、こちらに入ってきたということでね、でこのアペルカンさんのですね、システム、この前イサセンさんのねシステム大解剖を動画でやりましたけどね、改めて撮りましたのでそれをご覧ください。はい、本日はアペルカンのシステムについてます。最初にね、紹介です。
まずまあ部屋1階2階ありましてね、部屋いっぱいあります、ほんといっぱいあります。で、あのこれ1階と2階それぞれね、自炊場がついてる。このシステムだとですね、まあかろうじてね、キッチンちゅうことでね、ちゃんとこういうのつけてればね、これは今も許可が出るはずですね。前紹介した東鳴子温泉伊佐泉旅館さんは、あの個別のね、部屋ごとのガス無理水はね、で逆に言うとこれ五徳みたいなのがあってですね、五徳も守護だね、もうね、はい、いうことです。まあ、これはでも割とあの南九州北東北にはこの種のね、共同キッチンスタイルの自炊宿は今もそこそこあります。世間で全く知られてないけどね、そこそこあるっていうことですね。まあ、このように、食器とかも共同管理という、そういうシステムになってますね。はい、はい、で先によく質問言っとこうかな。はいはい、謎のテラス、この上ですね。はい。詳細は各、アメリカンジャンキーの皆さんのツイッターをご参照ください。そしてここは浴場で、ね、はい、貸し切り。昔は混浴だったんですね、どっちもね。今はこのように札がね、男用女用貸し切りという札をここにかけてね、自分でかけて自主管理ということです。札3種類だけですけども、実はね、ご一家のお持ちの清掃中っていうのが4枚目があるというね、ことでございます。はい、そんな感じで、本日、米沢の部屋は1号室でございまして、はい、1号室、Wi-Fi、はい、1号室、こちらです。ここ、リニューアル済みの部屋ですね。昔は鍵がないという正当の日本の旅館でしたけどね、今はこう、鍵がかかります。はい、そしてこんな感じでね、前は襖だったんですけど、襖の実が薄いだろうということでね、布団、もちろん自炊宿ですから、布団を合わせるのは、もちろん変わりないんですけども、このように非常に分かりやすい、出し入れしやすい、合理的。そして、これも冷蔵庫もね、ちゃんとこの、襖のね、押し入れスペースを、これがね、で、2対3ぐらいで分割して、素晴らしいですね。まあ、こちらですね、実はご主人の本業が、こういう、作る系なんでね。それも含めてできてるっていうことで、ね。あら、本当このね、自炊宿、家族系、理想的な、経営スタイルだと思います。持続可能なやつ。はい。ということで、まあ、こんな感じでね。この後、布団を敷くということでございまして。そう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 ね。今はこう浴衣とかありますね。私使ったことないですけどね。はい、いう感じで、これが楽しい我が家。そしてこれがあのね、今は関係ない、今の時期は全く関係ないですけど、ここはね、冬の温泉です、暖房ということでね。まあ、こっちでもこたつになるんですけども、こちらで、かなりこれをね、ほんわかしますよ。はい、いうことです。そしてね、昔はここにあのね、いわゆる洗濯ロープ、斜め掛けしてあってね、そこにタオル干してくださいってあったんですけども、この辺もね、バッチリ、パイプになりましたね。そして二重窓にこのね、出窓。いいっすね。ほんとこの理想的な自炊宿の姿、自動的なね、これが、この赤羽温泉、アビル館さんにはあるというね、ことです。はい、こちらも明かりとりまと。ほんと素晴らしいですね。はい、ということで、以上、現場からでした。はい、ということでですね、いつものように布団敷いて、自炊宿プレイで、布団敷いて、まあ、こちら入ってます。ただいま41度とですね、まあ、夏向きっちゃ夏向きなんですけど、ここ としては考えられないぐらいぬるいですね。で、まあ、非常に入りやすいです。そして、なんか沈殿物いっぱいあってね、まあ、これもそのぬるいのとなんか関係があるのかもしれないですね。でもちろん鮮度は抜群、いつもの通り粘土系の鉱物臭に金気、金属、鉄の匂いですね。それとあと今日ね、もう微妙にちゃんと硫黄がしてますね。これ3号線ブレンドで3号線は硫黄の匂いするんですけどね、こちらはなかなかこう目立ちにくいんですけど、今日バッチリしてますね。バッチリだけどかすかにだけどね、かすかにしてるのがはっきり感じ取れるってことで、非常にこういうなかなか珍しいコンディションで、笹濁りは変わらないですね。こんな感じです。あとカルシウムもいいですね。このモコモコ、これね、あの苦手な、脳の作用の方がいらっしゃるの申し訳ないですけどね、まあ、こんなの可愛いものだと思うんですけどね、まあ、苦手なものは苦手、脳が拒否するのか仕方がないですけど、まあ、ということなんですけどもね、これカルシウムです。前一度説明しましたけども、炭酸水素イオンが含まれていると、人間の皮脂が剥がされてね、あの重曹で掃除するのと同じ理屈ですね。剥がされるとね、で
で、そしてそれに炭酸イオンが入っている場合は、それとね、その油脂がです、作用して化学変化を起こしてね、油ってか石鹸状の物質ができてぬるぬるするっていうのを前言いましたけど、この働きはね、カルシウムイオンが多いとなくなります。で、これカルシウムがね多いから析出してるっていう典型的なことも、ボコボコなので、カルシウムが多いからね、ここはねツルツルしない、ギシギシっていうかね、スベ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 ス